相馬市民会館は、福島県相馬市にある多目的ホール。2013年10月7日会館。早期画設計が手掛けた建屋は、和風作りの外観であり、城下町をイメージさせる、瓦を使った切り妻屋根で構成されている。2階建てで、座席数922席の大ホールのほか、リハーサル券多目的ホールなどが設けられている。旧相馬市民会館の外観。 東日本大震災の被害により、使用不能となり、そのまま解体された。旧相馬市民会館は、1967年4月1日に、開館した。座席数1,198席を有し、当時、福島県小総地方では最大であった。以後、40年以上にわたり、この地域における文化活動の中核として、その役割を果たしてきた。しかし、 2005年8月16日に発生した宮城県南部地震により、天井内のダクトが破損、急遽同年12月まで修繕工事により休館とされた。これによる人的被害は発生していない。この他にも設備の破損が随所に見受けられ、この問題がしばしば市議会で取り上げられていた。その後、 2011年3月11日に発生した東日本大震災により建屋が損壊、使用不能となり、そのまま解体された。前期のような状況を考慮し、市では2010年5月に市民会館建設検討委員会を設置、改築を検討してきた。2011年度中の着工、2013年4月会館を目指して計画が進められていたが、 東日本大震災の影響により延期2012年7月に着工された。総事業費は約20億6000万円、うち7億8000万円は国土交通省の交付金を活用して建設が進められた。ありがとうございます。